風力発電を増やす。そのためには沖合に浮かべてはどうだろう。でも浮かぶ風力発電は波に揺れる。揺れは発電量を落とす。そこで海に浮かべても効率よく発電するための研究開発を行っています。中部電力挑戦中。中部電力。